皆さんこんにちは、奈良岡ニコです。今回の動画は私がよく行っているこの足痩せマッサージについてご紹介したいなと思います。私はありがたいことに顔は40点だけど体は120点なんていう風にね言われるんで、ありがたいなと思いつつも、顔40点はマジで聞いてねえよという感じでね、やかましいなって思うんですけれども、まあ体を褒められるのはすごく嬉しくて、足とかって体でね見えやすい部分じゃないですか。だから足が細いと体全体がすごく細く見えてね、華奢な印象を、受けることが多いと思うんですね。なので毎日ではないんですが、私も足のマッサージをしています。特にね足はむくみやすいし、私はお酒も大好きなので、そういうお酒飲んだ次の日なんかもうかなりもうずぶとい大根みたいな足になったりもします。ですがこのマッサージをすれば、まあ次の日かなりすっきりするし、やるのとやらないのとでは本当に足のすっきり感も違うし、むくみもすっきりと取れるので、ぜひ気になる方はやってみてください。で、使うものとしてもすごく簡単なものしか使いません。全然何もなくて、ただ自分の手でこうねマッサージするだけでもいいんですが、まあマッサージするときってやっぱりこう摩擦がかかってしまうと肌がねちょっと痛く感じちゃうので、まああればぜひマッサージオイルを使いましょう。私が最近お気に入りのオイルがアベダのクーリングバランシングオイルという、まあ、ボディマッサージオイルで、夏にぴったりのオイルでペパーミントの香りなんですね。で、もうなんならねすっきりどころじゃない、もうスースーしすぎちゃうレベルで、もうかなり爽快感がある香りです。少量でもかなりすっきり感が出るので、身も心もすっきりするようなオイルで、これ好きです。で、オイルのベタベタする感じが苦手な方だったりとか、オイル持ってないよっていう方は、まあ何でもいいです。本当こういう乳液とかでもいいと思います。まあボディクリームなんかでもいいんですけど、もう本当にただ肌の滑りを良くするっていう用途に使うだけだから、こういう乳液でもいいと思います。それではマッサージに移っていきます。あ、ちなみに昨日私ですね、ずっこけて結構いろんなところにね傷あるんですけど、あんまり気にしないでください。まずマッサージの前にしっかりお風呂に浸かってください。お風呂に浸かれないシャワーの方でも、シャワーしながら足だけでもこう足湯みたいな感じでちっちゃい桶にお湯でも入れてもらって、足をしっかり温めた状態でマッサージを始めましょう。なのでお風呂上がりにしましょうね。足痩せだからといって足からこうやって入るんじゃなくって、まずは足首ですね、足首の部分からほぐします。まあ、オイルだったり乳液だったりボディクリームだったりを自分の好きなものをね適量ポンポンポンと取ります。で、これは私が使ってるのはかなり清涼感があるものなので、まずこれを足の裏とか足の甲とかにね全体に塗り広げてからマッサージしていきます。まず足首をここら辺が多いかな、私はこの指、親指のこの辺の骨でグリ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 、ゴリゴリ音が鳴るのでグリ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 と、このここの骨の横とかもグリ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 とほぐしていきます。この辺には多分ね、まあアキレス腱とかもねあるんでしょうけど、私そんな詳しいことは分かりませんが、きっとね大事ななんか線がいろいろあると思うので、そんなに強くやりすぎないような感じでグリ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 っとやっていきます。この足の甲とかもグリ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 ゴリゴリになるのでね、グリグリやっていきます。痛気持ちいいぐらいの強さでやってます。で、足の裏もここでゴリゴリたすら流していきます。まあ特に時間とかは私は決めてないので、いつも自分の時間に余裕があるときはたっぷりやって、時間にあんま余裕ないときはさらっとだけですね、サクッとだけどもやるだけでも全然違うので、やるのとやらないのとは全然違うね。グリグリグリと猫の手みたいな感じでね、グリ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 やってきます。よいしょ、はい。で、この辺が結構ほぐれてきたなと感じてきたので、今度はこのふくらはぎの部分に入っていきます。
またね、滑りがあまり良くなくなってきたのでオイルを使います。で、全体に塗り広げたら、もう結構ね、ここをこの2本の指でこうつまむ感じで、このまま上にグーッと、わかるかな、ここからグーッと押し上げます。これが気持ちいいんですよね。すごくたくさん歩いた日とかはこれがすごく効きます。あー疲れた、リラックスしてるっていう感じがします。はい、で、まあ大体10回ぐらいやるかな、これは。なんとなく膝ざっとやったら、今度は前側ですね。前側もここにちょっと強いこう骨があると思うんですけど、ここのライン、この骨の脇かな、ここら辺ググ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 グっと骨に沿ってググ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 グっと上げていきます。あー気持ちいい。あとはこの辺もこういう感じで斜めに、ここに対してこう斜めに来るような感じで、こういう感じで私はなんとなくね、こうほぐしていきます。で、膝の確かここだ、あとここもほぐす。膝のこの脇の上の部分、この辺、この辺になんかね筋肉があるみたいで、ここをなんとなくほぐしてます。私はあんまりね、専門的な知識はないので、足が疲れたなって思うところを中心にいつもほぐしているので、まあ、医学的ななんか根拠とかは全くないんですけど、まあ間違いなく言えるのはむくみが取れます、はい。あとはこんな感じでこう掴んで上にね、エスカレーター式っていう、私は呼んでるんですけど、エスカレーターみたいにね、こうどん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 上にこう上げていきます。はい、したらここを折って、今度はここ、こう潰す感じ、グッ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 と、うん、なんか足をとにかく痩せたいっていう人はこういう風に潰す動きをたくさん入れた方がいいと思います。やっぱりセルライトができちゃうので、私もね全然たくさんあるんですよ。この辺とかブリブリになっちゃってるんで、この辺セルライト全然私もいっぱいあるんですけど、でもこうなんでしょう、こうだんだんこうやって持続していくことで、こう痩せやすい体つきになっていくのかなと思うので、足痩せマッサージ兼、痩せやすい体になっていく、もう体全体が、ね、マッサージしてあげることで痩せやすくなるから、すごくいいと思います。はい、でだんだんやってくると、この手はね疲れてくるから、そういう時に私は肘ですね、肘でグリ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 、はい、疲れてくるのね、体のいろんなパーツを使っていろんな使い方をして疲れないようにやっていきます。あとはこういう感じでね、滑らしてもいいよね。はい、一通りここからこう流したので、今度はここももですよ。私は一番このももがね、もう太ってるなーっていうふうに自分では思うので、ここはもうかなり強めにやっていくんですけど、さっきのここと同様にここもこんな感じで、最初はね、まずほぐす、またオイルを足します。最初はこうほぐします、ほぐします、ほぐします。まずはね、手の温かさでもかなりほぐれるし、だんだんね、最初からいきなり強くやると結構痛いので、やっぱだんだん段階を踏んでね、強くしていきます。蒙古タンメン中本が私好きなんですけど、蒙古タンメン中本行ってね、しょっぱな北極食べたらそりゃ辛いじゃないけど、最初から北極に行かず、レベルをね、もう段階を上げて、まあ、レベル1から2,3,4,5,6,7,8,9,10 と行って、で最後にやっと北極食べるみたいなね、そのやっぱ階段を登るのってすごくね、何においても大事だと思うので、マッサージにおいてもね、そういう階段は大事にしましょう。今だんだんこの、ここで骨になっ、骨っていうかこの猫の手の
方が力が加わりやすいので、これでほぐしてます。さっきよりかなり力強くなってきて、この辺ちょっと赤くなってきた。こっからが多分一番大変、手疲れるんですけども、太ももをもうひたすら潰す。痛いねこれ。ほら、わかるかな、このセルライト、ブヨッとしてると。これがね、憎きセルライトなので、もう痛いんですけど、潰さないとこれはねどうにもならないので、結構ねブチブチ言います。これブチブチって言うんですよ。痛いから最初の方とかは結構ねあざできます。あざできるまでマッサージします。でもあざできるのってまあ別にね悪いことではないと思うから、体がね頑張ろうとしてね、でもやだっつってね、こう反動であざができてると思うので、体の頑張りが感じられるあざです。でもだんだんやっていくことであざができづらくもなるし、まあ、セルライトをねこう潰すっていう作業が本当大変。あとはここからこう引き上げる感じ、ひたすらソーラン節、どっこいしょ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 、ソーラン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 っていう感じでね、下から上に引き上げます。よいしょ。これはね結構ね疲れなくていいんですよ。体全体が疲れるけど手が疲れない動きではあるので、これ潰す動きがね結構疲れない、まあ、この辺はもう自分の気が済むまでたっぷりやってください。ひたすら潰す、内側も潰す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 、こういうね際のところが結構ブヨブヨっとしちゃうんですよね。これ潰す潰す、一通りやったんですけど、最後にとどめで私はここで雑巾絞りします。こういう感じ、あ痛い、もうお尻の方までねしっかり潰しましょう。あ痛いちゃんと痛い。最近ねちょっとサボりがちだったので、久々にやるとやっぱ痛いよ。毎日しっかりやれる人はね尊敬するわで毎日やったらめっちゃ遅くなると思う、はい、あとは膝の裏ね、膝のこの裏、これは普通にね疲れが取れる、結構痛い、痛いけど気持ちいいです。痛気持ちいい。あと私は結構この辺が痛いので、いつもここはしっかり押してます。整体とか行ってもこの辺すごい痛いです。こんな感じかな。あとはザーッと全体をこう感じ引き上げて上げて、片足終了です。は、比べてみるとどうですか、細くなったかな、どうかな、左の足やってない方と比べてどうでしょうか。ビフォー、ビフォーとアフター、こうやって潰すとわかるね。なんかちょっとこっちの方がやっぱ細く感じるし、あとこの筋肉、このふくらはぎのこのブニブニのこの筋肉が右の方が柔らかいです。柔らかい、こっち硬いの。やっぱり筋肉って硬いままだと痩せづらいので、しっかりほぐして柔らかい筋肉にしてあげた方が痩せやすい体になるので、今こっちふにゃふにゃなんですよ。プニプニになりました、気持ちいいです。でもこっちはまだね凝ってる感じがして、今同じ力で私押してるんだけど、こっちの足ももうまだ痛いです。痛い、こっち全然痛くない。まあこれをね両足しっかりやってあげて、夜寝てあげるともう翌朝超超スッキリします。私はかなりズボラな性格なので、このマッサージ毎日はできてません、全然。ですがまあちょっと疲れが溜まったなとか、足むくんできたな、足なんかちょっと今日太くないっていう気づいた時にだけでもやってあげると全然次の日が違うので、ぜひやってみてください。ということで最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録や Twitter のフォロー、 Instagram のフォローなんかもしてみてください。奈良岡ニコでした。バイバーイ。